はい、皆さんこんにちは。今日は iPad mini 第6世代用の画面のフィルムなんですけどね。で、こちらね、今回ね、エレコムの樹脂系のやつをね、購入したんですね。私ね、個人的にはね、このところ樹脂がブームなので、先日貼っていたガラスからこちらに変えてみたいと思います。はい、ということで、まあ今まで貼っていたガラスフィルム、ベルモンドというところの、まあこれもね、いいフィルムなんですけど、まあガラスの特性としてですね、まあどうしても重さはあるということで、まあ 317g ですから、実質 20g ぐらいね、あるんですよね。で、まあ書き心地についても、まあこのガラスフィルムの中ではね、比較的これは滑りが、まあ抑えられてるね、ものなんで、まあこのノートなんかね、撮るにはまあいけるんですけども、まあただね、やはりガラスの特性としてはね、やはりしなりがね、ちょっと樹脂フィルムとか何も貼らないよりも硬めになるんでね、まあそこはガラスの特性です。はい、で、今回ね、購入したのはエレコムの超透明というやつで、まあこの透過率もね、92.5% ってことで、まあ画質を損ねずに貼れるの樹脂フィルムということでね、買ってみました。で、プロとかに今まで貼ってきたファインティアラという素材のものではね、ないみたいですけどね。で、まあ貼り方については、まあ日本のメーカーですからね、この背面に書いてある説明書を見ればね、一目瞭然という感じです。で、内容物についてはこちら、付属品もね、ついていますけども、全部ね、テープで貼っていて、これがね、フィルム本体の方ですね。で、あとは付属品がこちらになっていますが、ちょっとね、中見てみましょうか。で、付属品についてはね、こちら、まあ日本のメーカーにありがちなパターンですね。まあドライとホコリ取りシールと、貼り付けヘラという感じです。で、こちら電源の方ね、オフにして進めていきたいと思います。で、今貼っているガラスの方ね、もったいないですけど、剥がすしかないんでね、これ剥がしていますけども、まあベルモンドのやつ割れたりすることなく普通に剥がすことができています。はい。で、貼り付け作業のしていきます。で、まあ、パッケージの中にはね、このウェットクロスは付いてないんで、まあ、このドライのやつで時間をかけてね、やる必要はあるでしょうか。まあ、時間をかけたくない方は、何かね、ディスプレイ用のウェットティッシュを使った方が早いですね。で、お次がホコリ取りシールです。これはなんかね、持つところが粘着力ちょっと弱くなっているので、逆に持つとホコリ取れないんでね、注意が必要みたいですけど、ただまあその分ね、持ちやすいような設計になっていますよね。で、フィルム本体ですが、こちらはね、3枚重ねになってるんですね。まあこれ裏側の剥離シートと、あとはね、表側にも剥離シートあるんで、最後にね、剥がすようになっているというところで、で、これ最後ね、もう一回ホコリ取りシールをやってから、まあ、この一番上の部分5センチぐらいを剥がしてやれってことなんでね。まあ、まずはね、上の部分をしっかり今ね、ホコリ取りを2回目やってた感じですよね。で、これ剥離シートベラッと剥がして、まあ、これ欲を言うとね、この剥離シートに線が入ってると楽になったんですけどね。ただこれの場合は1枚通しみたいなんで、まあ、自分で5センチ分ぐらいこうやって剥がす必要があるというね、感じですよね。まあ、なんか iPhone のなんかはね、上の3分の1とかね、5センチだけ切れ目が入ってるのもね、あるんですけどね。これはちょっとね、そうじゃなかったんですね。で、まあこの上の部分で位置合わせをして、で、まあ大体方向性曲がってないかな、なんていうのをまあこうやって確認した状態で、で、まあこのエレコムのね、パッケージの中に入っているものでいいなと思うのが、このヘラなんですよね。で、この密着用のヘラっていうのがあるので、まあ、これでそろりそろりとやると密着がね、うまくいくみたいなんですけども、で、こういう感じで、このね、上の方もね、この、まあ、表面にまだ剥離シート上にありますからね、割と強くこすっても問題ない感じでしたね。で、進めようと思ったらね、下の方ちょっとね、ホコリが降ってきてたんで、もう一回ね、ペタペタとやって、まあ、ホコリあらかた取った状態で進めていく感じのがね、良さそうでしたね。これでね、一気にあとはもうスピード勝負ですね。まあ、この樹脂フィルム、このヘラがついてますと非常に貼りやすくて、
まあ、こうやってね普通に真ん中グーッと押していくだけで全体的に気泡が入るってことはねなかったんで、なんかね意外とやりやすかったですね。このヘラはちょっと取っておいてヘラがないフィルムを貼るときにいいかもしれないなんていうふうにね思いましたけどね。でここでね、終わりました。でまあ最後ね、端っこの方は少し気泡が入ってるのもありますけども、まあ、それについてはね、何かさっきのドライクロスとかね、まあ、あるいはヘラで、まあ、擦ればいいというね、まあ、そんな感じで、うまくね貼れたみたいですね。で表面に剥離シートがもう一枚あるんで、まあ、これを剥がすと一気に終わりという感じですね。まあちょっとだけね、1ギメ的に右側に少し隙間が出て左側がギリギリになっちゃった感もありますが、まあ良しとしますかね。で、これね、重さの方をね、測ってみましたけども、iPad mini が 297g ですから、フィルムの重さは 3g で済んだってことでね、17g 軽量化が成功できたという感じです。で、操作可能をね、見てみたいと思います。でまずはね指の方ですけども、これ指についてはね意外とサラサラしてるんですね、うん、このサラサラ具合、これ左今ねガラスを机に置いてますが、それよりもねサラサラして感じますね。でペンシルの方もチェックしてみたいですが、これグッドノートでね試しましたが、でこれね直線書いてみるとね、あこれはね明らかにガラスよりも滑っていかないんでね、まっすぐに書きやすいですね。これいいかもしれませんね。でまあ、これねこのしなりもあるんで、筆圧なんかも伝えやすい感じもあるし、まあ、この硬さがゆえに滑っていってしまうこのペン先の感触がだいぶね軽減した感じがいたしますね。でこの何も貼ってない部分と比べましたが、まあ、遜色ないかむしろねこの摩擦感増したぐらいかも分かんないですね。でこれさっきまでね貼ってたガラスをもう一回ちょっとね感触確かめますけども、やっぱりねペン先の摩擦力がガラスの方がねちょっと滑りやすさがあるのかなっていうところでね、まあ、これについては今回の樹脂フィルムの方がね、まあ、全然書きやすくなったというね感じですね。で、まあ、あとはね映り具合ですよね画面ので、まあ、今回のは透過率 92.5% ってことで結構ねこの写真なんかの表示も、まあ、ガラスに近い感じでね表示されてくっきり出ていいですね。であとはまあ光の映り込みですけどね、まあ、これについては、まあ、こうやってライトなんか映し込んでいますがほとんど差がないんですかね。これ右側が半分だけガラスをね擬似的に貼ったような状態でございます。でまあ、指紋についてはね、まあ、これちょっと汚いですが額の油なんかを指につけて、指でねつけてみましたが、まあつき具合はガラスと同じかガラスよりもまあねつきやすいのかな。でまあこれドライのクロスで拭いてみましたが、まあ、ガラスは割とねさっと取れるんですが、まあ、樹脂の方がねどちらかというと取るのに少し時間がかかるかもしれないですね。まあそれでも拭き取るとあらかた消えるんでね、まあ、私自身は許容範囲かなとは思います。で、これ同じエレコムのファインティアラとの比較になりますけどね、まあ、この映り込み具合は、まあ、比較的ね、樹脂としては映りがちなものではありますけどね、まあ、私はそれ分かって買ってんですけど、まあ、ファインティアラと比べても大体同じぐらいですかね。で、光なんかの反射についても、まあ、同じぐらいなのかなってところで、まあ、光沢フィルムってね、まあ、こんなもんかなと私は思います。はい、ということで今日はこちら今まで貼ってきたガラスフィルムベルモンドというねところのからエレコムの超透明というのにね貼り替えてみましたけども、でこれね2つともねあのいいフィルムで、どっちがねいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、まあ、特性が違うんですよね。でやはりねガラスフィルムについてはこの耐久性とかね強度が高いので、何かね尖ったものがぶつかった時も保護できますけども、この樹脂フィルムの場合にはね、まあ、物によっては貫通する可能性もあるというねことでね、まあそのあたりの特性を踏まえた上でのフィルム選びという感じで、やはりね iPad の場合にはペンシルの使い方とかね用途でかなりねフィルム選びは変わってくるのかなと思っていまして、まあ、このペンシルをねものすごい使って摩擦感を重視する方はペーパーライクとかね、まあそういう選択肢になってくるんでしょうけど、まあ私の場合はそこまでペンシルにシビアさを求めないのと、あとはね画質をしっかりと維持したいというのもありまして、まあこういう樹脂系の光沢タイプをね選んでいるというね感じなんですよね。
まあ、過去にはペーパーライク試したこともありますけども、やっぱちょっとね指触りがザラザラしすぎだなと思ったのと、あとは画面がねちらついて少し写真なんかの画質が落ちる傾向があるはあるんで、まあ、私は好みとしてはねこの樹脂系の光沢タイプというね感じで、でまあ、耐久性とかね、まあこの保護性を考えたらやはりガラスの方がいいはいいんですけども、まあそのあたりね何を重視するかで、まあ、選んでいくというのがいいのかななんていうふうに思います。私はしなりと軽さを選んだというね、まあそういった感じですよね。で、こちら Amazon ではまあ1500円前後ということで、まあ中華系のフィルムと比べるとね、まあ実際割高であるとは思います。まあただね、その日本のメーカーの方が、まあ、この売り切りごめんって感じじゃなくてね、まあリピートもしやすいのかななんていうのがまあメリットなのかなとはね思いますよね。まあ、同じのもう一回買いたい時に指定して買いやすいのが、まあ日本のメーカーの製品ではないかとは思います。軽いので純正フォリオと合わせて 405g ぐらい、そしてペンシルがガラスよりも描きやすいのに高画質というね、まあ3拍子揃った私にとっては満足いけるフィルムだったのではないでしょうか。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。